パター使ってますね。そうですね、しっかり、さあ、あとはこの丸山次第。痛いホールを逃しました。加瀬は命拾い、加瀬の2アップは変わりません。ドーミーホールは続きます。トモリと鈴木の対戦です。一つ返しましたが、通算の31ホール目6ダウンで迎えた鈴木。18ホールのゲームではこういうふうな大差ってことは絶対ないわけですからね。36ホールのゲームになるとこういうことがあるんですね。しかも先ほどから中野さんの話聞いてましたもん、内容的にそんなに鈴木が悪いわけじゃないという中でね。今日の北海道は気温が21度ちょっとという非常に涼しい中で行われてますが、ちょっと上空も曇ってます。明日の決勝戦は雨かもしれないという予報もありますが、さあ、ともり、これもいいですね。ともりとしてはもうこの13番で決めたいところでしょう。6アップです。加瀬の11番、これはいい気持ちで振れますよ。ねえ、なんか一つ、ね、儲けたっていうような感じですもんね。これでかいですよ。まあ、あのホール数がね、はい、やはりあの最後の9ホールに入った時点で2アップ、ここでワンアップになってしまうのかなっていう時にやはり拾ったホールですからね、はい、反対に丸山君からすれば、ワンダウンでこのティーグラウンドに立っていればもう全く問題ないわけですからね、うん、ただ丸山の今の表情を見てますとまだまだっていう感じで、ね、それはもちろん当然ですよ ね、キリッと締まった顔してます、うん、丸山のあのニコッとした可愛らしい表情もいいんですが、こういう締まった顔っていうのもいいです ね。しかしね、こういうあの、マッチプレーでこそこういう顔になるんですけどね、やはり本当にね、あのゲームの原点ですよ、このマッチプレーというのはね、本当ですね。まず絶対に気を抜けない、そしてその中にやはりある程度の駆け引きがあり、本当にやはりそのゲームを1ホールの中で何回も組み立て直さなければいけない部分もあるでしょ、これはストロークプレーと違うところですからね。そうですね。今ご覧いただいているのは VTR ファーストラウンドです。2番ホールで加瀬が取って、あの時はワンアップでした。しかしこの3番で加瀬が取り返してオールスクエアに追いついて、その後はもう5番で丸山が取って、あとは取ったり取られたりですが、とにかく加瀬がリードすることはずっとこの後半までありませんでした。こういう何回もやはりその林に入ったりしてピンチがあったんです、ですから丸山の方からしてみればこういう状況の中でやはり2つから3つに行けなかったことが今の2ダウンになってしまったわけですからね、ですからもう一歩やはりっていうところがあったんですよね、こういう。そうですね、一時は加瀬のボギーもあって、日吉さん、あれ13番ですか、終わってね、丸山が2アップまで行きましたが、あそこで立て続けに行かず逆に加瀬の方が取り返すという感じで、この14番、取られたら取り返すというのは本当鉄則ですね。そうですね、この14番の加瀬選手のパッティングが最高だったですもんね。2ダウンからここで1ダウンで1つ返しました、
ファーストラウンドの17番です。このショットね、昨日あのファーストラウンドの時にねクラブでかなり あのミスジャッジしたんですね、はい、それがねこういうあの距離感につながってきてるんですよ。ワンダウンで迎えた17番、これを入れてオールスクエアに追いついた風です。18番を分けて、そしてセカンドラウンドに入ってからもずっと分けが続いて、通算23ホール目では丸山ワンナップとリードしましたが、すぐさままた追いついて、ここへ来て逆にこの風が2アップ。これだけのラフだとやはりある程度のフライヤー計算しなきゃいけないでそうでしょうね、はい、うん、ですからグリーンキャリーで落ちたらやはり今日のピンの位置だとなかなか止まりにくい。うん、うまいですね。ピンの方向よりかなり右、そうですね、なったね、はい。13番ホール鈴木です。お向かってる、来たか、惜しい、わけではダメです。鈴木通る、丸山の方が後に打ちました。よく打ちますね、はい。こういう噛み合わせになってくると、まあ、今のも近いけど丸山の方からのパッティングが今度難しい、難しいですね、うん、手前から手前からのが今度楽になりますからね、はい、今日はというよりもこの大会に入ってから高橋さん本当にトモリのパッティングのタッチというのはいいですね。もうすごいと思いますよ、これがトモリ選手の身長なんでしょうね、それとね、あの早く硬いちょっと硬めのグリーンでこの速さのあるグリーンね、こういうグリーンほどやはりあの好きみたいですね。入れば取ります。決着をつけるか。あーでもここまで寄せてきましたからですね、これでいいですね、これは OK が出て、はい、出ましたね、うん、はい、ここで決着がつきました。6エンド5です。準決勝36ホールマッチ6エンド5で共に勝吉が鈴木徹を下しました。うーん、強さをこの準決勝でまざまざと見せつけた共にです。今立ちました友森選手、インタビューが始まるようですね。ありがとうございます。ナイスプレーでした、ね、そうですね、うん、自分でもびっくりしてます。いやいや、そんなことないと思うんですけどね。本当ですね。プレー拝見してますと、あの相手のプレイヤーと、まあ、昨日もそうですけれどね、ご自分のプレーを大切にしまして、その結果がいい結果になっていると、そんな感じしますけれどね、そうですね、やっぱり自分のプレーを、まあ、やろう、うん、それだけ思い通りにずっと来てますね。いや、そうですね。ですからね、マッチプレー今までなんでトモリさん勝たなかったの、こんな感じもするぐらいなんですけど。やっぱり下手だったんですよ。さあ、いよいよ明日がね、決勝戦で、まあ、チャンスです。やるだけやります。はい、はい、います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。森さん、どうぞ。はい、いつも通りのトモリ選手の淡々としたインタビューですが、本当にマッチプレーに今まで弱かったのが不思議なぐらいですが、おお。さあ、その友利克義と明日決勝戦で戦うのは加瀬か丸山か。まあ本当に今両者とも一番苦しい10番、11番、12番っていうのはね、これはやはり本当に一番苦しいとところでしょうね。そうですね、うん、だからこれをいかに乗り切っていくかってことですね、はい、特にこの丸山選手の場合はやっぱり10番勝てるところ、うん、取るところをあの分けましたからね、はい、かなり丸山選手の方にあの余裕はなくなってるはずなんですね、うん、反対に今度攻め攻めであの後手後手に回らない方がいいと思うんですけどね、うん、はい、どっかできっかけをつかみたいですよね、このラインもそうですけど、
大きく膨らまさなければいけないところですからね。そうですね、ここも狙いたいでしょうけど、かなりグリーンが速いですからね、上から入れば取ります。打ってますよ。どうだどうだどうだ、これはすごい、返しました丸山。10番の執念が出てます ね。これは素晴らしいバーですね。おそらくここから笑顔はないですよ、2人とも。そうでしょうね。丸山が一つ返して、これで加瀬のリードはワンナップに変わりました。